どうもこんにちは、じんじんです。今日はね、家の近くのビーチから発信しております。なんでこんなところ来てるかというとですね、じゃん、ウィンザー&ニュートンの水彩絵の具、これお客さんにプレゼントしていただいたんで、こちらちょっとね試したくなって、ここでビーチで描こうかなと思います。あー、もうきな春ですよ。っていうか夏なりかけてます。長袖はミスりましたね。じゃあこれちょっと開けてみますね。まあ、色の種類はね概要欄貼っとくんで、そこをチェックしてみてください。でこれに水入れて裏返すと筆になるんですよね。持ってくるのこれと、あと水彩紙だけ、超便利ですね。じゃあ早速描いていこうと思います。開封したらこんな感じになりますね。でこれね、お客さんプレゼント用の下書きの絵を描いてるんですけど、それ塗っていこうと思います。薄くね、これかなり便利ですね。これで結構楽しめますからね。これはいいものもらった。まあこんな感じですね。これかなり便利です。コンパクトですからね、外で描きたいなって思う時に持っていくものこれだけあれば十分描けますからね。もうちょっと明るくしたいですよね。これ水彩画描いてて分かったんですけど、あんまり描き込まない方が綺麗になる。白を残すというかね、白を明かりにするっていう感じで塗っていった方が綺麗にはなりますね。というわけで完成しました。今回はねサクッと描いてみたんで、こんな感じですね。かなり便利。ちょっとちょくちょくっと絵描くのを楽しむだけだと、このセットと紙、まあ水彩紙ですね、あとまあボールペンで描くしたボールペンを用意してたらもう描けますからね。かなりコンパクトでどこでも絵を描くことができます。はい、というわけでね、今回まあこんな感じで終わりなんですけどね、この後まあ子供多分来るんで海で遊ぼうかなと思います。それでは今日はこの辺で、バイバイ。